したりというのは誰の仕業かわからないようにという意図がここにあるんですか。新ロシア派というのはですね、そういった外国人に対して非常にこの敵対的な立場というか、ね、本当にロシアから支援を受けているという隠したいとかいろいろありまして、まあ、これまでも割とこのあまり友好的な態度がなかった。それからもう一つは、乗客の、まあ、筋組みであるプロジェクターとかそういったものを、まあ、持ち去った人がいるんじゃないかという情報がある、まあ、いろんな要素があったんですね。その場所なんですけれども。